シュンアキラつくしによるタイガースープレックス。タイガースープレックスはプロレス技の一種でスープレックスから派生したものである。日本名はモロコ原爆固め。初代タイガーマスクのオリジナル技。背後から捕まえた相手を後方に反り投げるスープレックスの一種である。ジャーマンスープレックスでは自分の腕を相手の腰に回して投げるのに対しタイガースープレックスの場合は 相手の腕を背後からダブルチキンウィングのような形で極め、そのまま投げる。投げられた相手は両腕を固定されているため、受け身が取れず大きなダメージとなる。また、下手に受けると肩の関節を外してしまう危険がある。初代タイガーマスクによれば、ブリッジがしっかりしていれば、それほど困難な技ではないという。当初は、 そのブリッジを利用してフォールする技だったが、後に投げっぱなし、式も使用されている。二代目タイガーマスクは、相手の背後から両肩に両手を添えるのではなく、相手の背中を、ダブルチキンウィングの体勢で両腕をクラッチして、体をブリッジさせる勢いで相手を後方へと反り、投げて肩口から叩きつけて、ブリッジを崩さずにフォールを奪うのを、タイガースープレックス84の名称で使用。 これは二代目タイガーマスクが毎年新技を出すという公約によるギミックから従来の投げ方に変更を加えた新技と解釈するためである。ただし現在は鞘山式と三沢式はタイガースープレックスの名称で統一されている。タイガースープレックスの原型はオーストラリア出身レスラーのアルコステロが用いた。 大水ス,スープレックスとされており、相手の背後から両腕をクラッチしたまま後方へと背中から落ちるような形で反り投げ、肩口から叩きつけてホールを奪った。日本では1969年秋、日本プロレスの前座試合で高千穂昭久が戸口正則を相手に公開。その後、マイティの上が相手の背後から両腕をクラッチしたまま、 尻餅をつく形で後方へと倒れ込み、相手もろとも体を後転させて、相手の両肩をマットにつけ、自身の背中をブリッジするようにのけぞらせて、ホールを奪うのを大水スープレックスの名称で使用した。ありがとうございます。